突然ですが、人生で誰もが経験する受験生というものを知ってるでしょうか。受験生というのは基本的に中学3年生、そして高校3年生が経験する地獄のオンパレードです。で、そんな最高にポップな受験生について解説していこうと思います。僕は今年の4月から政府が公認している作品企画、受験に参加することになりました。よし！当たり前ですが、受験生になると定期テストの結果はとてつもないほど進路に響きます。その中迎えた受験生一発目、3年生の1学期の中間テスト、数学9点取りました。はい、終わりでーす。このままじゃどうの高校にも行けないと自分の中で確信した俺は、死ぬ気で勉強を始めようとだけしました。とうとう12月になってしまい、今年も終わります。どういうことかというと、どん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 入試が近づいてきています。基本的に入試は2月の中旬、3月の初め、いろいろあるのですが、僕はこんな大事な時期に何をしてるかと言ったら、 YouTube に動画を上げ続けてゲームをやってます。もう最高でーす。そんなこんなでバカみたいなことをずっと繰り広げてきているこの僕は、これからゴリゴリもゴリ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 勉強していかなきゃいけないわけです。これからも僕は YouTube を続けながら高校に進学できるよう頑張っていくので、チャンネル登録とご予約お願いします。ちなみに3年生の2学期の結果は概要欄に動画を載せるので、そちらを見ていてください。はい、3年でーす。